私の好みのパートナーだからね、私の理想のパートナーだから君に決めた。卵がかかりそうです。はい、イケモンです。今日はこちらのゲームで遊んでいきたいと思います。あなたが作るモフモフな相棒。もうね、この可愛らしいイラストのテイスト、この感じをね、もう見てくださったら、あ、もうあの制作者様のゲームだなって分かってもらえると、もう過去ね、この制作者様のゲームいろいろ遊ばせていただいたんだけど、今回もやっていこうと思います。私の相棒を今日はね、作っていこうよ。じゃあ初めから。こんにちは、僕はモフ山と申します。モフモフな妖精たちの研究をしています。最近新しいモフモフの卵を見つけたので、この子を育ててくれる人を探してて任せろ。え、この子を育ててくれるって？ありがとうございます。モフモフはとっても不思議な生き物で、卵を温めている人が思い描いた姿になるんです。めっちゃ楽しみなんだけど、どんなモフモフが生まれてくるでしょう。はいはい、さあ決めていくよ。私の相棒だからね、私のパートナーよ、任せて。君に決めた。だから決め方は3ステップ、猫型などどんな姿、姿を決めるのね。で、属性、OK。 で、性格か。はい、顔つきに影響。よし、セーブしとこう。ありがとうありがとうありがとう、忘れてた、セーブするの、セーブじゃあまず私が本当にいいなっていう好みの子を作っちゃうよ。はい、決めていきましょう。どんな姿の子かな。猫型、犬型、ウサギ、ハムスター、アザラシ、クマ、キツネ。うわー、猫、いやでもキツネいいな。キツネだ、もう直感でビビッときた、キツネ。何属性か、何があるの。うわ、どうしよう。結構さ、こう属性として自分がね、自分が超能力者になるならとか想像するじゃん、みんなみんな通る道じゃん。そういう時にやっぱ電気とかはちょっと強そうだなって思うんだけど、私のパートナーとして横にこういる子として何がいいかって考えたら、ちょっと夢がいい。なんか何気に使い方によっては強いと思うんだよね、夢って。何でもその夢を見させるとか、なんか幻想系というか、なんていうの、幻影タイプ、なんていうの、惑わす系じゃない、夢。どんな性格の子かな。ツンデレがいいな。元気、クール、真面目、甘えん坊、おとなしい。あ、でもビビリもいいな。ビビリもいい。ビビリにする。さあ来たよ。私の好みのパートナーだからね、私の理想のパートナーだから君に決めた。卵がかかりそうです。かわいい。キツネか、お前。犬じゃないかこんな子が生まれました。かわいい。でもお前キツネかはい、名前か、パクチーだよ。パクチー、これでよし。パクチーでいいです。はい、かわいい。それから数日後、エンディングみたいになるの。あれからパクチーは元気にしていますか。おー、パクチーの様子を日記に書いているのですね。ぜひ見せてください。え、見れるの、かわいいあー、卵から帰った瞬間ね。1日目、
パクチーは時々自分の尻尾でじゃれて遊んでいる。まあ、キツネ界の中では結構短いよ、その尻尾。私もっとさ、キュービみたいな本数があると思ってないけど、もっとモフンってあると思ってた。こんなにちっちゃくてめっちゃ可愛いんだけど。初めて見るものにはとても興味を示す。2日目。パクチーと一緒にお昼寝をし、夜も一緒に寝た。そばにいると不思議とリラックスできいい夢が見られる。3日目。とっても怖がりさんで、ちょっとホラー映画の CM が流れたらクッションの陰に隠れてしまった。好きなもの、ビスケットか。あげちゃう、あげちゃう。ありがとうございます。これからもパクチーと一緒に素敵な毎日を過ごしてくださいね。サンキューフォープレイング、ありがとう。 はい、じゃあ今度はさ、逆、私だと選ばないだろうなっていうこのパターンもちょっと作ってみようかなって思います。ちなみに、560種類。 そうだよね。好きな食べ物はランダムなんだ。はい、じゃあちょっともう一回、今度は自分じゃ選ばないなっていうパターンいこう。はい、じゃあまず姿ね。この中で一番選ばないとしたらアザラシかな。 アザラシかな。だってなんだろう、移動遅そうじゃない、陸で。アザラシかな。属性か。一番選ばないのでしょ。多分炎とかが一番選ばないかな。いや、炎だな。一番炎が選ばない。さあ、性格でしょ。一番選ばないのか。まあ、真面目かな。このしっかり者とかクールはいいけど、真面目は選ばなそう。ナルトで言ったらさ、あの子ってことでしょ？出てこないよ、出てこない。出てこないよ、おかっぱの男の子、リーでしょ？真面目。リータイプ、すごいいいことだけど、ただただ真面目でっていうのを選ばなそう。この子にする。さあ、来たぞ。さあ、来い。かわいい。 頭に炎ついてんだ。炎タイプやったらこれ頭に炎つくんだろうね。いや、かわいい。お前アザラシか？ お前本当にアザラシか？ 可愛すぎるんだよな。はい、名前か。じゃあどうしようかな。オッケー、セイクレットフレームシール、聖なる炎のアザラシだ。これでよし。 はい、セイクレットフレームシールでいいですか。これからよろしくね、セイクレットフレームシール。それから数日後、あれからセークレットフレームシールは元気にしていますか？おお、セークレットフレームシールの様子を日記に書いているのですね。ぜひ見せてください。 はい、セークレットフレームシールが卵から帰った。1日目、セークレットフレームシールは昼間はゴロゴロして過ごしている。そうだろうな、水の中じゃないもん、ゴロゴロしちゃうよ。夜もゴロゴロして過ごしている。あれ？あれ？あれ？性格真面目にしなかった？あれ？お前どうした？2日目、セークレットフレームシールはもともと体温がかなり高く、抱っこするととってもあったかい。そうだよね、だって炎タイプだもん。まるで湯たんぽのようである。3日目、セークレットフレームシールはダメと言ったことは絶対にしないので、安心してお留守番任せられる。真面目だからね。今日は家事のお手伝いもしてくれた。好きなもの、さあ、なんだ、大事だよ。 好
セイクレットフレームシーラーふりかけご飯が好物のようだ。はい、これからもセイクレットフレームシールと一緒に素敵な毎日を過ごしてくださいね。Thank you for playing! はい、ありがとうございます。はい、ということで私のね、まあモフモフな相棒パクチーとセイクレットフレームシールのね、まあ2機をねゲットしたわけだけど、いかがだったでしょうか。このさ、今ここのあのサムネに出てるっていうか、この子はさ絶対草タイプだよね。で犬タイプだろうな。で性格はビビリかな。私のパクチーと同じような目と口元してる気がする。はい、ということでね、これからパクチーとね、セークレットフレームシールを大切にしていきたいと思います。お付き合いありがとうございました。イケモンでした。じゃあねー。